はい、皆さんこんばんは。ゼルダの伝説トワイライトプリンセスやっていきたいと思います。時の神殿の攻略パートからですね、いきたいと思います。前回のパートで言っていた奥義をね、3つ取得してきましたので、それを皆さんにお見せしつつ、時の神殿攻略していけたらなと思います。取得した奥義の3つなんですけども、まず縦アタック、縦アタックがですね、 Z 注目してるときにスティックを前に押すことで、今のこれですね、これで相手のガードを崩すっていう縦アタック攻撃ですね。でもう一個が兜割りで、縦アタックを決めてひるんだ相手に対して背後に回り込んで攻撃するという兜割り攻撃ですね。でもう一個が背面斬りです。こう回転して、こう、今のが背面斬りです。相手の背後に回り込んで攻撃するという技ですね。さあ行きましょう。よっしゃ、あれ、普通こういうところには左右に同じ石像が置いてあるもんだよな。片方だけぽっかり空いてて、なんか気持ち悪いな。気にならないか、ちょっとセンスで見てみなよ。確かにね、こんなおかしな作り方はしませんよね。普通石像が左にあったら右にもあるはずなんですけど、あるな。センスで見た時にはありますね。もう片方の石像はどこに行っちまったんだろうな。この神殿の中に同じ石像がないか探してみようぜ。探してみましょう。まあ、とりあえず人間に戻ります。なるほど、こういうことか。なんだこれ。はあ、なるほどね。これ桶ってことじゃない。そうですね。よし、じゃあ行ってみましょう。石像をとりあえず見つけますよ。うん、この時の神殿もね、なかなか厄介そうなんですよ。なぜ厄介かと言いますと、8階まであるんですね。これを見た瞬間に若干げんなりさせられる。おばちゃん、ねえねえ、ちょっとここだわ。おばちゃんが来たかった場所。この遺跡はおばちゃんたち一族の古い技術がたくさん眠ってるの。ずいぶんいろんなとこ探してもらったけど、やっと探し物が見つかりそう。やっとお家に帰れるわ。もう一踏ん張りだから、おばちゃんたちの探し物手伝ってと。おばちゃんと再会した。おばちゃんは基本的にダンジョンから外に出るときに使う、あれなんですけど、おばちゃんを使った場所に戻ってこれるっていう、多分火つけるんだな。戻ってこれるっていう結構便利な、俺はあんま駆使してないんですけど、戻ってこれるっていう結構便利なアイテムですね。アイテムというかやつですね。 OK です。ここに石像が入ってんのかな。なんだろうなこれ。あ、小さな鍵か。石像が入ってんのかなと思ったんですけど、あ、これカンテラなくなっちゃうんで買います。小さな鍵ってことなんで、さっき鍵がかかってた部屋、この奥ですね。あ、2階か。ちょっと簡単に登れば2階まで行けるんで、そんなに広いダンジョンでもないのかなと思うんですけど、さすがに8階って見るとね、さすがにげんなりさせられます。8階か。OK。 とりあえず気持ち悪いものは排除するっていうのが僕のやり方です。気持ち悪いものは目の前から排除するっていうのが僕のやり、めっちゃ気持ち悪いじゃんあれ。何あの虫、なんでこんな神聖なところにあの虫がいるんだよ。とりあえずこれ OK ってことでしょ。こういうことでしょ。うわー、虫来るよこれ。あー、もうファイト、近づかせませんよ、虫にはもう近づかせません。なんか森みたいなところに虫がいるんだったらいいんですけど、こういう綺麗なところに虫が出るっていうのは非常に気持ちが悪いですね。今弓矢が手に入ったでしょ。これヒントですね。弓矢の矢が手に入ったじゃないですか。矢をどっかで使えってことですこれ。ここだ。こうでしょ。ここでしょ。うん。多分弓矢のヒントがなければ、腐
戦してたかなと思うんですけど、今のが兜割りです。今背後に回り込んだでしょ、縦アタックの後に、あれが兜割りですね。次は背面切りをお見せしますか。これが背面切りです。背後に回り込んでからの、これ背面切りですね。これを使えば相手にほとんど隙を与えずに倒すことができますね。なんだこいつ、なんだこいつ、待て、こういう重いやつにはダメだ、効いてない、爆弾だ、爆弾です。ああいうやつには爆弾ですよ。何、爆弾がないだと、まずい、爆弾がないだと、爆弾じゃどっかで、こちらもね、倒して、爆弾がどっかで、俺の予想だとここ爆弾入ってますよ、爆弾入ってますね。あ、違うんだ。はあ、ってことはあれ爆弾じゃないのか、あれ爆弾で倒せってことじゃないのかな。こいつ倒す術がわからんだ。ダメだ、聞いちゃいない、聞いてないですね、聞いてないですね。どうだ、ダメだ、やっぱ爆弾でしょ。でも爆弾も持ってないんですよね、もう。どうする。でも爆弾が手に入らないってことは爆弾じゃないと思うんですよね。ん、あ、わかりました、あいつ無視です、無視します、こいつ無視していきます。いやー、絶対倒せってことだと思うんだけどな。欲を言うなら倒したいんですけど、無視するしかないな、もう爆弾がないんで倒す術がないんですよ。爆弾手に入ったら倒しに来ますか。うん、倒したいんですけどね、よく言うと。なんかアイテムが出そうなんですよね、倒すと。まあまあ、今無視するしかないですね。相手にしてられないんで。うん、ちょっと相手にしてられないんでね。てか、倒す術がないんで、無視するしかないですね、今は。もしあいつを倒して小さな鍵とかが出るんだったら、この後苦戦することになりますね。はい、ちょっと一旦戻って爆弾買ってきました。うん、爆弾ないの若干不便なんで、爆弾をちょっと購入してきました。行きましょう。なんかよくわかんないバリアが出てて、こいつがいるから、まあ、とりあえず倒しといて、出た。この辺りは何もないのか。てか爆弾必要だったら手に入ると思うんで、必要ないってことなんだと思うんですけど、戦闘とかでも使えるんでね、爆弾は。で、一応まあ買っといて損はないでしょ。 OK、 まあとりあえずリザルフォス片付けた後にどうするか考えますか。正面がなんかバリアみたいなんでいけない。違う、まだいるのか。結構大量にいるんだな、リザルフォスが。そこね、こいつは普通に回転切りで倒し、 OK ですね。出た。どうするか。なんかいるんだよな。でもここゲートで通れないってことなんで、どうする。待て、なんかあるな。あれなんだ、ちょっと待ってくださいね。これにこうしてこうみたいな。あ、ダメか。わかんないな。とりあえず上登ってみますか。全然わかんないよね。とりあえず上登って何もなければ、ちょっとまずいっすね。
詰まると思います。拭いて何もなければ、降りるのもまずい。この下が実は違うよね。ゲートとかでもないんだよな。穴か。下は？あ、ここか。繋がってないんだよな。どうする？どうする？あ、これだ。こうだ。そうだそうだ。こうですね。いや、なるほどね。ここのダンジョンさ、これ持ってる前提じゃん。これ持ってない人がここ来たらさ、もうなんかダンジョンの順番をなんかこの順番でやれよって言われているような感じがするんですけど、この順番というか、スピン処刑場行ってからここ来いよみたいな、ここ先に行っててもおかしくなかったじゃん。じゃあどういうことなんだよ。まあそういう、まあゲームの嘘なんでしょうね、それは。うわ、やばい、変なやついっぱいある。これなんだ。とりあえずこれ保護して、どうする、どっちだ。向こうに行くと、いや何にもないんだよな、何にもないんで、まあとりあえず回すか。とりあえず回します。こっちか。多分さっきの瓶みたいなやつを取りに行ってみたいなことだと思います。で、瓶のやつが多分こう乗ってるんで、これを使っていけってことだと思います。ここにもあるのか。あ、なるほどね。瓶が2ついるってことです。つまりてか、これめっちゃ怖いんですけど、これ回ってるやつ。うおー、怖い怖い怖い。こう回ってるやつめっちゃ怖いんですけど、これ針もらっちゃうと落としちゃうな、多分。OK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  で、これを、まあ、とりあえず置いて、こっちにも置いたら多分道が現れるんじゃないかなと思うんですけど、でこうですね。こうと。いうか乗ってないか。あ、こっちが乗ってない、乗ってない。あ、なるほど、目の前じゃないですか。目の前ですね。ちょっと待ってね、こう置いてこうだ。 OK です。ふう、なかなか謎解きが苦しくなってきましたよ。こっちは行き止まりか、行き止まりというか封鎖されたか。なんかボスでも出るのかな。弓矢か。弓矢だけど、こいつら弓矢じゃ倒せないんだよな。弓矢使って倒せみたいなこと言ってるけど、これか、ワンチャン。ほら、無理だ。爆弾が今回はあるんで、爆弾が効くかどうかだけちょっと試してみましょう。爆弾、これが効かなければもうこいつ何にも効かないですね。聞かないか。あ、聞いた聞いた聞いた。まずいな、爆弾無駄にできないな、これ。足元にが弱いみたいですね、なんか。あ、2発かかんのか。なるほど。爆弾がもうちょい買ってくれよかったですね、じゃあ。これで多分先に。あ、宝箱か。もうちょい買ってくればよかったな、アジア。ってことは、もしかしたら、1回目に出たあいつ、倒してないじゃないですか。てか、倒せなかったじゃないですか、爆弾ないから。あいつももしかしたら宝箱出した可能性がありますね。ハートのかけらとか、なんか出した可能性が、もしかしたらあるんだよな。ここはもう、これだけか。ハートのかけらをね、取り逃すのが嫌なんで、僕結構この慎重になってるというか、なんか取り逃しがないように立ち回ってるんですよ、ずっと。
だから敵は極力なんか全滅させる方向で行きたいんですね。なんかワンチャンハートのかけらが敵全滅させたら出るみたいな可能性とかもあるんで、それを懸念しているんですよ。まあ敵無視していくのもできるんですけど、それを若干懸念してるんですよ。反対側か、多分反対側に鍵がかかった扉があるんでしょう。そうですね、行きましょう。ほう、スイッチか、クリスタルスイッチ。まあとりあえずこれ爆弾も無駄にできないんで外します。あと一発しかないんでね。で爆弾が手に入ってくれないんでね、任天堂らしくないんだよな。爆弾使うのに爆弾が手に入らないって任天堂らしくないんですよね。そして俺のセオリーにも反するんだよな。なんかそれをやられると結構基本的に俺はダンジョン攻略の上で手に入るアイテムを見て攻略してるみたいなところがあるんで、それをやられるととりあえずスイッチ押してみるか。セオリーに反してくるんで調子が狂うんですよ。宝箱のアイテムを見て攻略のヒントにしているところがあるので、昔からずっとそうなんで、その時に手に入るアイテムが手に入ってくれないと、これ弓矢が手に入るのはこのタイミングで手に入るのは分かるんですよ。多分ここから撃てってことなんですよね。ただ爆弾が手に入らないのは意外なんですよね。こうですね。何かしらの意味があると思ってるんですよ。ここのダンジョンで手に入る宝箱とかアイテムとかっていうのは、ただそれに反して来られると、おアイテムか、マップかな、多分か小さな鍵じゃないと思います。コンパスが先に手に入ったのか、もしくはマップを取り逃しているとかっていう可能性もあるんだが、コンパスが先に手に入るっていうのは珍しいですね。多分初めてですね、トワイライトプリンセスのダンジョンでコンパスが先に手に入るのは。まあいいや、マップとかね、もう自力で行きますよ。もうちょっと不便ですけど、多分マップどっかで取り逃してるな。そう考えるとね、あいつが怪しくなってくるんですよ。俺が倒してないやつ、俺が倒さなかったやつが怪しくなってきますね。そういうなんかちょっとした取り逃しは痛いんですよね。大変痛いんですよ。OK です。まあマップとかの取り逃しだったら収集が効くんですけど、ハートのかけら取り逃すとね、ちょっと厄介なんですよね。とりあえずスイッチを押して、であいつか、いや鉄球で倒してやる。無理だ、めんどくさいだけだわめんどくさいだけですわ。いた、こいつもか。こいつなんか鎧着てんな。硬いな。縦アタック使う？こういう時に。ダメだ、縦アタックすら効かん。ハンマーだ。オッケー、入った。ハンマーはで若干ひるむのはひるむんで、なるほど、ハンマーでひるました後にこうですね。なかなかなんか厄介な敵も出てきますね。厄介ななんか鎧着たちょっと階級が高そうなリザルフォスとか出てきてますね。リザルフォスが守ってるってことはやっぱり何かしらの意味があるってことなんでしょうね、この時の神殿に。なんだ、 OK です。ちょっとねダンジョンがね、謎解きが難しすぎて若干実況に余裕がなくなってるかなと。こいつもか、
こいつ案外突きに弱かったりするな。もしくは縦アタック突きだな。突きに弱いなこいつ。とりあえずこれで外して突きでとどめた。弓矢がやたら手に入ってくるのはわかるんですけど、俺爆弾が欲しいんだよな。爆弾が壺から出てくれれば一気に。今のやつもね、多分爆弾矢使えばもっと楽だと思うんですよ。鉄球じゃなくて。ただ爆弾矢使えないんですよね。この辺ぐらいからね、爆弾矢出てくれると、爆弾矢というか爆弾出てくれるとありがたいんですけど、出ないよな。待て、今のマップ宝箱取り逃してんな。宝箱1個取り、まあもうしょうがないか。うん、しょうがないな。ハートのかけら取り逃してると痛いんだよな。でこうなってくるとマップを入手してないのがかなりきつくなってくるんですよね。ほう、鉄球振り回しで倒すか。まあ、とりあえず手前のこいつ倒して、回転切りで倒していくか。どうする、これだ、これでいきます。どれや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 、今ここで止まったら死ぬぞ俺。うわっ、危ねえ。おら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 、嫌なタイミングでこれ終わってしまう。まあでもこれはなかなか有効っすね。俺の予想なんですけど、ここの敵全部全滅させたら宝箱出ると思います。多分ハートのかけらが出ると思います。あとこいつか。これ多分ね、俺の予想だとハートのかけらですね。そろそろハートのかけら1個出てもいい頃合いなんですよ。これ多分ハートのかけらです。うわ、ルピー50ルピー、誰が予測できんのよ。上か。コンパス入手したのは、マップ入手できてないの痛いですけど、コンパス入手できているのはでかいですね。宝箱のありかがわかるんで。ほう、あー天秤になるってことか。これはなるほど、重さは釣り合わせろってことか。なんてことなんてこと、とんでもないことやらすなこれ。そこで走り、ダメだ。はい、ということなんですけれども、ここね多少苦戦しそうなんで、一旦この辺でこのパート切ります。ということで、また次回この続きからねやっていけたらなと思います。これおばちゃん使えばね、一発でここに戻ってこれるんですよ。この場所に戻ってこれるんですよ。それがあのムジラの仮面とかだと、あのダンジョンの入り口からだったんですけど、今この外にいる状態でおばちゃんを使えば、今おばちゃんを使った場所に戻ってこれるっていう非常に便利なアイテムなんですねこれ。はい、ということでまた次回時の神殿の攻略の続きからやっていけたらなと思います。ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。